はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。今回はね、Bレジェンドの秘密ということでね、まあ、Bレジェンドについてのお話をさせてもらいたいなというふうに考えております。まあなんかね、いろんな、まあ秘密っていうことでもないんだけどね、結構言ってたりするから秘密ってことでもないんだけど、まあなんかいろいろありますよ。まあなんかそもそもこのね、Bレジェンドお兄さん誰ですかとかね、あとまあなんか、なんでこういうパッケージなんですかとか、まあこのパッケージのね、実はまあ裏話とか、まあいろいろあるんですけど、まあ、例えばBレジェンドお兄さんの話はね、よく出てくるんですが、まあこれも普通にまあモデルさんですね。まあ契約してるモデルさんです。で、他の会社はこういう人って使ってないんですよね。しかも顔まで入ってるっていうのはないわけですよ。じゃあなんでこういう人をね、多分ね、人を使ったのってね、うちが最初だと思うんですよ。世界でもね、例がないと思うんですよ。Bレジェンドが最初で、で、まあ、僕がここにこういうマッチョなお兄さんを入れたのはなぜかというと、やっぱりね、プロテイン飲む人っていうのは当然そういうトレーニングしてね、いい体になりたいと思ってるわけじゃないですか。とするとですね、やっぱりこのビジュアライゼーションというかイメージってすごく大事だと思うんですよね。で、実際そうだと思うんですよ。まあ皆さんね、こうトレーニングするにあたってボディービルの選手の動画を見たり、あるいはそういう写真見てはかっこいいなとか、フィジークの選手見て、あ、いい肩してるなとかね、やっぱりでっかい大胸筋でかいなとか、そういうのやっぱあると思うんですよ。っていうことは、ビジュアルとしてイメージを脳にインプットして、でそこに向けて進もうとするためにトレーニングしたり、Bレジェンド飲むわけじゃないですか。だからやっぱりね、プロテイン飲むたびにこのちょっとね、もう体が、ちょっと顔しか出てなくて体消えてしまってるところもあるんですけど、やっぱりね、こういう体になりたいなっていうイメージを持ってもらいたいということで、まあ理想のね、体のイメージ、まあもうゴリゴリのね、超ボディービルダーっていうところでもないけれども、まあまあフィジークであったりとか、アスリートみたいなね、結構マッチョなアスリートぐらいの、まあ、ソフトマッチョな感じのモデルさんを採用しました、ね。で、あとまあこの袋なんですけど、実はね、袋も皆さん分かるかな、こう触ってもらうと分かると思うんですけど、結構うちの袋って厚いんですよ。分厚い、単純にもうその厚いって言ってしまえばもうそれまでなんですけど、実はこの袋ってね、まあ種類はもうやっぱりいろんなものがあるんですよ。まあ、ポリエチレンがあったりとか、ナイロンがあったりとか、まあこれうちのなんかはこうアルミも使ってるんですけどね。でアルミなんかでもアルミシートのものとアルミ蒸着って言って、アルミのこうスプレーを吹きかけることによってアルミコーティングするっていうような加工とかいろいろあるんですよ。なんですけど、やっぱりそのアルミシートの方が良くて、でかつその層がね、何層にもなってるんですよ。で実はこの袋がね、よく言うのが、Bレジェンド飲むときはこういうタッパーとかね、こう別の入れ物の中に移し替えた方がやりやすいから、それでいいですかっていう質問もいただくんですけど、いつも言ってるのはこの袋のまま飲んでもらうのが理想ですとっていうふうに言ってます。なぜかというと、まあ、今言ったような構造、ちょっとね、構造を詳しく言っちゃうと、もうこれも企業秘密なんで、かなり作り込んだんですが、まあ、アルミシートとポリエチレンとナイロンと、まあこうね、今いろいろこうやってるわけですよ、うまくね。で複数の加工をして、複数こうミルフィーユみたいにね、こう重なってるわけですよ。でそうすることによって、まず紫外線が入らない、室内でも紫外線飛んでますからね、だから紫外線が入らないから劣化しない。そして酸素透過性っていって、こう空気をね、通す通さない。袋ってね、こうやっても当然空気でシューって出ないじゃないですか。だけど実はね、小さな細かい穴があって酸素を通すんですよ。そういった意味では、アルミ蒸着の袋だと、もうその隙間からね、空気入っちゃうんで、実は。だから、こうやって保存するときなんかも、このままパンパンのままでこうやって止めるんじゃなくてね、実はこうやって、ぷーっとこう押さえて、こうね、押さえて空気を抜いた状態で、止めるっていうのが本当は理想でね、ここの中の空気も実は抜きたいんですよ。まあ、今はね、もうこれ製造段階だから、まあ空気入ってるんですけど、一度開封後ね、開封した後、こう空気と触れていくとまた傷んじゃうので、だから開封後、空気極力ね、抜いていただく。そしてこの袋で保管して、この袋で飲んでもらうっていうのが、本来品質を保つのは一番いいんです。で、まあアルミ蒸着とアルミシート見比べ方というかね、だったらまあ単純に袋がね、しっかりしてるのが、はアルミシートである率が高いです。だけどちょっとそれもよその会社のものはもううちも分かんないので何とも言えませんが、うちのはアルミシートです。でアルミ蒸着なのは結構しっかりしてるやつもあるんですけど、ペラペラなやつのケースが多いです。はい、だから、
まあできればね、まあ、あんまりねちょっとよその会社さんのことはもう何も話したくないのでこの辺で控えますが、まあ、弊社のものはアルミシート等々を使ってですね、結構ね袋の会社ともだいぶやり取りして、いいです。高いんですよこの袋。だからもう捨てるのもったいない。なんかよくね袋をこうコレクション的に取ってたり部屋にこう貼ってくださってる方とかいらっしゃるんですけど、なんかねもうそれされてると嬉しいんですよね。それをこうねもう最初にベーってどっかに入れ替えてもうくるくるポイって捨てられちゃうと、いやこれ結構しっかり作ったんだけどななんて思ったりします。他なんかあるかな、ビーレジェンドの秘密というと、まあなんだろう、 JBBF 日本ボディビルフィットネス連盟の公認も取れてるし、まあ皆さんご存知、モンドセレクションや ITQI なんかも取れてるし、あと JADA さんですね、 JADA さん日本アンチドーピング機構のマークもねここに入ってますし、ねやっぱりオリンピック選手ね、日本のオリンピック選手はやっぱりね未だにこのマークあるやつしか取っちゃダメみたいな話がやっぱあるみたいで、オリンピック種目ありますよね、オリンピック種目の競技なんかだったらやっぱりこの JADA マーク入ってるやつ選ぶようにやっぱ言われるらしいんですよ。っていうのはやっぱり万が一ドーピングでね入ってるといけないし、例えばうちがやってる工場なんかだったら例えば一度作るでしょ、で作って、まあ、こう混ぜるじゃないですか、で混ぜて違う商品を作る時っていうのは一度これ全部洗浄するんですよ。で全部洗って全部きれいにした状態で次のやつ入れるから、すっごい手間とコストと時間がかかるんですよ。なんですけどあえてそれを毎回やってます、毎回。で例えばこれもねよその会社だから分かんないんですけど、例えば海外であったり、まあ、他の会社さんとかだったらそのもうそのままね一度入れて、まあ、全部出てでまた次のやつ入れてっていうことがあるという噂も聞きます。実際のところは私すいません知りません、よそさんのところのことなんでね知りません分かりませんが、そういうことも聞きます。ただね実際うっかりドーピングじゃないんだけど、そういったね工場での問題っていうのもあるから、そのあたりっていうのは、まあ、僕らでは防げないですよね。で、そういったところが、まあ、実際あってからドーピングの影響を受けるっていうことはあっても結局その人自身の責任になってしまうのでね、なので、まあ、そういった意味でも、まあ、うちはそのあたりきっちりしてますよと、それでジャダさんから OK 出てますよっていうところが、まあ、秘密というかね売りなんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、他にもね、いろいろあるんですけれども、まあ、今日はちょっとね、何か分かんないこと、質問等ありましたら、こちらへ、コメントください。ちょっとよその会社のことはね、お答えできないかもしれない、お答えできないんですけれどもね。はい。ということで、ぜひですね、皆さん、グッドボタンとチャンネル登録、そして、お友達にね、シェアの方もよろしくお願いします。はい。ということで、今回は、Bレジェンドの秘密でした。またお会いしましょう。さよなら。